了解。まもなく出発です。船着き場のお兄さんお姉さんに行ってきますの挨拶をしましょう。行ってきます。皆さんこんにちは、アミティホーボーツアーへようこそ。今回皆様のツアーガイドをさせていただきます中西と申します。皆さんご存知でしょうか、1975年、このアミティに巨大なサメが現れ、次々と人々が襲われました。この話をもとに、あのスティーブン・スピルバーグ監督がジョーズという映画を作り、この村は有名になりました。そのため今でもボートにライフルは積んでいますが、使うことはありません。ところで皆さん、このツアー、はいはい、緊急事態発生。緊急事態、こちらアミティ3、救援を頼む。何かがボートの下に襲ってきた。襲ってきた。アミティ6から本部へ、今の聞いた？こちらも地震した。君たちの船もすぐ近くからだ。航行中のアミティ3からの遭難信号だし、その付近を捜索してくれ。こちらはブロディ市長に連絡を取る。了解。まあ大丈夫です。私たちはツアーを続けていって今、皆さんどこを見てるんですか？アミティ3、アミティ3、アミティ6から本部へ。アミティ3が沈没しているのは灯台のすぐ近く。あれはサメ、サメを発見。アミティ6、もう一度頼む。だからサメだってボートの下に潜ってる。もうやってるって。そうだ、ボートハウスへ避難しましょう。この中に入れば安心です。アミティ6から本部へ、我々はボートハウスへ避難します。確認が取れるまで皆様はこのままでいてくださいね。誰かいませんか？何か聞こえませんでした？あいつだ、どうしよう、逃げなきゃ。あれ、エンジンがかからない。どうして動かない、このポンコツめ。動けアンティシックス、こちらブロディ市長、あと10分で到着する。10分、これじゃみんなサメの餌ですよ。そうだ、申し止めるしかありません。申し訳ございません、間違ってガソリンポンプ売っちゃいました。一か八かこの炎を突っ切りましょう。皆様しっかり捕まっていてくださいね。なんとか炎も収まりました。そうだ、船着き場で降りましょう。陸に上がればもう大丈夫です。しかしこの高圧ケーブルには絶対に触れないでください。高圧ケーブルに触れてしまうと感電死してしまいます。また来た、どうしよう。そうだ、私にいい考えがあります。この高圧ケーブルに引っ掛けて感電させてやりましょう。どこ行った？皆さん見てください、真っ黒焦げです。こちらブロディ市長だ、全員無事です。皆さんのおかげで大きなサメを倒すことができました。これも勇気ある皆さんのおかげです。ただ先ほどの大きなお魚さんのお話、絶対に誰にも言わないでくださいね。こんなことが知れたらアミティに誰も来なくなっちゃいます。まもなく船着き場に到着です。安全バーが上がりました。ゆっくりと降りてくださいね。この後もユニバーサルスタジオジャパンで楽しい一日をお過ごしください。Have a joyous day!